タイに初めて来た方とかはですね、やっぱりこれ食べたいっていうのをね、必ずその食べたいものリストとか、行きたい店リストとか結構あるんですが、まあその中でやっぱりソンブンレストランっていうのはリストの中に入っていることが多いですね。ソンブンといえば、まあプーパッポンカリー。あそこがプーパッポンカリーを作ったという話なんですが、プーパッポンカリーの元祖だと。これ私はあそこのオーナーにですね、実はインタビューしたことがあって、その時におっしゃってました。まあ、うちがプーパッポンカリーを作ったと。大体そのね、ガイドブックとかにもプーパッポンカリー載ってますし、でも意外とですね、プーパッポンカリーであっちでもこっちでも食べれるってもんでもなくてですね、やっぱりレストラン、まああとはタイ中華の店、とかじゃなければ、意外と食べれないですね。ぶっかけ飯屋のおかずになってることは結構ありますけども、屋台で頼めるもんでもなかなかないですし、レストラン行ってもどこでも置いてるもんでもないですと。で、あとまあプッパポンカリー、結構店によってですね、作り方、味が濃い店、脂っこい店とか、あっさりさっぱりしてる店とか、それぞれ店独自の味があって、まあ面白いタイ料理でありますよね。プッパポンカリーの名前分解してみると、プーっていうのはカニですね。パッ炒める。ポンカリーっていうのはカレー粉です。ポンっていうのは粉っていう意味ですね。ということで、まあカニのカレー炒め、日本語に訳すとそんな感じですか。別にプーじゃなくてもカニじゃなくても、カニじゃないパッポンカリーもあります。イカ、エビとかもありますね。まあでもまあ代表的なのがカニのパッポンカリーでございます。で、今日まあパッポンカリーやるんですけども、さすがにあんなごついカニをですね買ってきてやろうというわけではなく、まあ冷凍のむき身を使ったやつをやろうかなと。なんか僕は殻ついてるやつ好きじゃなくてね、パポンカリーめんどくさいですよ。手ぐちぐちになるしね、こう殻むこうと思って熱いし、見た目はいいですけど食べづらいこと甚だしいので、だから店でプーパポンカリー頼むときはヌアポーパポンカリーっていうのを頼みます。殻がついてないやつですね。皆さんも覚えておいた方がいいですよ。まあ、どうしても殻ついてるやつじゃないと嫌だっていう人はね、殻付き頼んだらいいと思うんですけど、僕はまあほぼ頼まないです。もう殻付きしかないんだったら、あとエビかイカのパポンカリーにしますね。まあ、っていうちょっとパポンカリー、雑学雑談を入れたところでですね、パポンカリー作りやっていきたいと思います。
はい、完成でございます。これまたなんかすごいものが出来上がりました。プッパポンカリーに見えない、なんかちょっとスープが飛んじゃってますね、完全にね。どうなんだろうな。しかも超重い、超です。これ一人で食べきれないですね、今日は。今日はそのお供にちょっとカオパッドも作りました。はい、こんな感じです。ついにこれ、今日はウイスキー、キンキンに冷やしたこのウイスキーをいただきながらプッパポンカリーをいただこうかなと思います。じゃあ皆さんお疲れ様でした。じゃあこれですね、まずちょっとこんなプッパポンカリー見たことないな、これ。決してですね、まずくはないんですけども、これがどっかのレストランで出てきたら間違いなく機嫌は悪くなるかなというような出来栄えでございます。何がいけなかったのかな、ちょっとね、汁が、なんか一個ね、思うのは、あの鍋じゃなかったですね、完全に。普通のフライパンでよかったと思います。ちょっと調子乗って、またアルミ製の鍋を使ったのが、今回ちょっと敗因じゃないかな。プーパッポンカリーはちょっとね、もう一回やりたいですね。はい。ということで、今日はこれ全部食べれないのでですね、途中ですけれども終わりたいと思います。プッパポンカリーは結論としてですね、プッパポンカリーは難しかったということでございます。また使用してですね、もう一回チャレンジしたいと思います。その日まで皆さん、どうか私を見捨てずにこのチャンネルを見続けてください。ではごきげんよう。